ビズ新型コロナウイルスのオミクロン株の感染拡大を受け、岸田総理大臣は、19日に開かれた政府対策本部で、東京など首都圏4都県と東海3県など、合わせて13都県へのまん延防止等重点措置の追加適用を正式に決定しました。えー、本日東京都埼玉県県千葉県 神奈川県、群馬県、新潟県、岐阜県、愛知県、三重県、香川県、長崎県、熊本県、宮崎県、以上、1都12県にまん延防止等重点措置を適用し、期間を1月21日から2月13日までとすることを決定いたしました。 政府としては、これら1都12県の知事から要請のあった区域について、まん延防止等重点措置を適用し、第1に確保した医療体制がしっかりと稼働するように、各自治体にさらに準備を進めていただくこと、第2にメリハリの効いた対策を講ずることで、感染者数の増加を抑制することが必要である。 と判断しましまたその際、先般講じた知事の判断による種類提供停止などの対策強化を講じます。なお、ワクチン・検査パッケージについては、当面、一時的に停止することを原則としつつ、知事の判断で引き続き適用することも可能とします。またた先般追加した 対象者全員検査による制限緩和は継続いたします。同時に、政府においても、今後増大する在宅療養への対応力などをさらに強化するため、臨時の医療施設、酸素ステーションの整備や、パルスオキシメーター、抗原検査キットの増産、 感染急拡大地域にに対すする医療人材の円滑な派遣に取り組みます未知なるウイルスとの戦いですが十分な備えをした上で過度に恐れることなく都道府県との密接な連携専門家の知見に基づく科学的判断医療関係者のご協力そして何よりも 国民の皆さんのご協力をいただきこの状況を乗り越えていきたいと思っています各大臣におかれましては引き続き高い警戒感を持って対応にあたっていただきますようお願いをいたします